こんにちは、兄です。今日はウルトラヒーローシリーズ48番、ウルトラマンジードウルティメイトファイナル、こちらを見ていきたいと思います。スーパーソフィータイム。はい、劇場版ウルトラマンジードつなぐぜ願いに登場する新フォーム、ウルトラマンジードウルティメイトファイナルの即日が発売されました。この人ですね。で、今日の動画はね、どういう風に進めていけばいいんだろう。やっちゃった系のソフビなんですよね。で、食玩ではたまにね、ちょっとやっちゃってるやついるんですけども、このサイズで、やっちゃった系はなかなかないというか、まあ、塗装ね、背面省略しすぎとかはあるんだけども、そもそも似てないっていうところがあって、これね、とりあえず、どこら辺が、まあ、ね、似てないのかとか、そこら辺も含めて、ちょっとね、やっていきたいと思います。タグはこのような感じです。ここにね、お姿乗っていて、ウルトラヒーローシリーズ48番、ウルトラマンジードウルティメイトファイナル、身長51メートル、体重4万5千トンで、必殺技がクレセントファイナルジード。特にね、細かい説明は載っておりません。そして中白紙で、後ろは、まあ、いつものね、電話番号とかの注意書きですね。で、お値段458円に消費税なので、500円弱で購入しました。ソフビの全体像はこのような感じ。一周ぐるっと見ていきましょう。ぐる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 っと。前面はね、かなり塗装されていて、すごい綺麗です。そして、プロポーションもね、いいですよね。そして、背面はいつもの貧乏茶ま仕様で、この辺塗装が全くなく、成型色は濃いめのグレーとなっております。前に戻りましょう。パッと見はね、本当にすごくいい感じなんですよね。で、サイズの方を比較していくと、ジードプリミティブと並べるとこういった感じで、まあ、大きさはねほぼ一緒みたいな、そんな感じですね。横にもう一人並べてみよう。クロスマッシャージャンと、こういった感じですね。並べた時はね、本当にみんな同じぐらいのサイズに見えますよね。ただね、この段階でちょっとこう変な感じなところがあるんですよ。で、それは何かっていうと、お顔のサイズが、違う感じに見えるんですよね。ジードプリミティブとアクロスマッシャー、同じぐらいのね、顔の形をしてるんだけども、ウルティメイトファイナル明らかに小さいんですよね。そして、顎の部分の形がまた違うっていうか、ね、プリミティブとアクロスマッシャー、ちょっと下の部分、こう平らな感じになっているっていうか、四角まではいかないけど、ね、顎の部分、ちょっとこう分かりますよね。だけど、このウルティメイトファイナルの方は、こう、スッと尖った感じで、こう、同じね、人には見えないっていうか、もう人相がちょっと違うんだよね。他のちょっとフォーム並べてみようか。こうね、ソリッドバーニングとか、で、マグニフィセント、ヨット。ね、やっぱり顔の大きさ違うよね。で、ロイヤルメガマスター。ロイヤルメガマスターね、ちょっと、ごってりしてるからか、こじんまりした感じになっちゃっているんだけども、でもまあ、お顔の部分のサイズは同じぐらいな感じにできてるよね。で、あとね、目のね、その位置が全然違うっていうか、これロイヤルメガマスターだと分かりにくいか、ちょっと全部並べよう。を並べていって、もう今回の動画はグダグダかもしれないけど、いろいろこうちょっとねやっていきたいと思います。で、アクロスマッシャー持ってきて、そしてソリッドバーニング、はい、どうでしょう。こう並べると、まあね、ロイヤルメガマスターちょっと下がっちゃうんだけども、みんな目の高さ同じぐらいにあって、お顔のサイズも同じぐらい、顎の位置もずっとね、マグニフィセントぐらいまでは同じ位置で来てるじゃない。肩の高さもね、ロイヤルメガマスター以外はみんなこう揃ってる感じで。で、ここにウルティメイトファイナルを持ってくると、こんな感じなんですよ。どうでしょう。目の高さがかなり上だよね。で、肩の位置もちょっとこう高くなってるっていうか、だから、身長はみんな同じぐらいなのに、肩の高さが上がって、で、そして顔の部分がその分削られちゃって小さくなったみたいな。で、目の位置もまあ
ね、どうなんでしょうかね、こうそれに合わせてなのか上に上がっちゃって、そして小さくなってるかな、うん、だからなんかこうね、印象が他のジードとは違う感じになっちゃってるんだよね、うん、じゃあこの後は細かくね見ていきましょう。まずは顔周りなんですけども、この段階でお前は誰だってなりますよね。まあ、とにかく今回の一番やっちゃってるところはここのお顔の部分でございます。あの宇宙人みたいなお顔で僕は嫌いじゃないんですけども、ただウルティメイトファイナルだって言われると違うでしょってなりますよね。で、塗装はねしっかりとしていて、まあ、全面ねここ銀色で塗装で、目の部分はいつもの青いメタリックブルー、そしてこのダイナみたいになっている部分ね、ここの黄色もすごい綺麗に塗装されてますよね、うん、で、そうね、まあ、ちょっと一周ぐるっと見るとこういった感じで、横側はねそんなに悪くないです。で、後ろこうですね、この辺ちゃんとモールドは入っていて、背びれの部分もねしっかりと造形されてますね。で、この人のお顔をね、まあどこが問題なのかっていうのをちょっと考えていくと、まあ、タグを見ていきますね。タグはこういった感じなんですよ。まあ、そもそもお顔の輪郭が違いますよね。ちょっと顎がシュッとなりすぎてるっていうか、まあ、ジードプリミティブをね、横に持ってくると、こうなので、うん、まあ、こうやってアップで見るとね、さらにこう、なんていうのかな、背の高さっていうか、肩の位置の違いとかね、お顔のサイズの違い分かりますよね。で、まあ、顔の輪郭が全く違って、口元もね、なんかこう、なんて言うんでしょうかね、キュッとなった感じで、目の位置も目の位置が高いっていうか、目がやっぱちっちゃいんだよね。こうほらこう比べても、もっとね目が大きくて、もうちょっとこの下まで来ていればよかったんだけども、うん、全体的にここのね鼻のあたりにこう隙間がわーっと空いてるから、だからまたねなんかこう鼻の下が伸びた間抜けな感じな顔に見えるというか、うん、これはなんでこういう風になっちゃったのかはわかんないけども、とにかくお顔は全然似てないよね。で、まあ首元にねこう襟があるっていうのがこのウルティメイトファイナルの特徴なのかもしれないんですけども、まあ、ここら辺の関係もあって首がちょっと長めになってるんですよね、うん、で、その辺もこう顔が小さくなった原因の一つかもしれないですね、うん、まあそういった感じで、ちょっとお顔はね微妙な感じですよね。で、まあ、このままね下の方行きましょうか。胸周りはこういった感じで、ここはねすごいよく作られていて、塗装もね頑張ってますよね。金色のねここのラインが入っていて、そして周りの部分銀色で、そのねさらに周りの部分に赤いラインが入っていて、ここら辺かなり複雑な造形ですし、そしてね塗装も大変だと思うんですけども、頑張ってね塗り分けされてますよね、うん、で、一応タグの方と比べるとここもねちょっと違う感じがするんだよね。こう金色のラインがもっと太くて、でこう溝みたいな感じっていうよりかは、この銀色のラインね、ペタッと同じフラットな感じに見えるっていうか、うん、だから、まあ、どっちが本物かって言われるとわからないんだけども、そのねここの写真っていうか、このタグのウルティメイトファイナルとはまたねこの辺の雰囲気が違うといえば違うんですよね、うん、で肩口、肩口のここら辺とかは多分これ塗装省略だと思うんですけども、何かしらちょっとね色がついてるみたいですね。あとこの、まあ丸の部分も金色のラインが本来ならばここもねキュッと入ってるみたいですね、まあ、でもそこら辺全然気にならないぐらい、ここがねすごい気合入っていてすごい綺麗なんですよね。だね、お顔をね見なければすごいかっこいい体してるんですよこの人、うん、でねデザインも悪くないっていうか、こう今までにない感じがね、丸いこういったのがポツポツ入っていたりとか、こういうとこすごいいいんですよね。で背中もしっかりとモールド入っていて、まあここら辺もね塗装がこううまくできる人がね塗っていったらかなりかっこいい感じなね形になると思うんですよね。で、まあ下半身ね、下半身も結構
こうしっかり塗装されていて、まあ、赤いラインがねすごい綺麗だし、で塗装だからかちょっとね赤の色味が朱色みたいな感じなところがあって、そのねこっち側は成型色の赤なんですけども、雰囲気が少しね赤みが違いますよね、うん、まあ、でもこれはこれでありなんじゃないかなっていう気はしますね。足元がね写っているその写真がねあんまりないっていうか、だからここら辺ねモールが入ってるから、もしかしたらここの部分はね何かしら色がついてるかもしれないんだけども、ちょっとここら辺はね映画を見てみないと分かんないかなみたいな、そんな感じですね。で足先の部分銀色でね塗装されていて、ここら辺のねモールドもすごい、あちょっとピントがずれちゃった、モールドもねすごいいい感じなんですよね。この辺の足首というかくるぶしの部分とかねかっこいいですよね、うん、素晴らしいです。素晴らしいんだけどもこのねお顔だよね、うん、で、パーツ分けはですね普通のねウルトラマンと同じで肩の部分と胴体の部分でパーツ分けなので 1,2,3,4 パーツでできております。はい、ウルトラヒーローシリーズ48番ウルトラマンジードウルティメイトファイナルを見ていったんですけども、いかがだったでしょうか。このソフビーはねいいって言っちゃダメだよね。お顔全然似ていないダメなソフビーだと思います。思うんだけどいいんだよねこれね。この似てなさ加減が、そのまずバンダイさんがよくこれ OK 出してこのまま発売したなっていう、そこにびっくりしちゃうっていうか、うん、本当ね亀みたいな顔でね宇宙人みたいでウルトラマンじゃないよね。だけどね顔以外の部分はねすごいよくできてるのよ。まあ、顔もねよくできてるっちゃよくできてるんだけど、このボディはねすごいよね。ほんと塗装も頑張ってるしすごいかっこいいんだけども、お顔が宇宙人みたいなね、遠目で見ればそうでもないんだけどね、うん、だからまあこのね独特の雰囲気が僕は好きなんだけども、そのウルティメイトファイナルのねかっこいいそのソフビが欲しいっていうちびっこにはちょっとね衝撃を与えてしまうお顔かなみたいなそんな感じですね、うん、だからまあボディがねすごいよくできてるがゆえにもったいないといえばもったいないよね、うん、で多分これも今回の劇場版の作品みんな言えるんだけども、やっぱり何かしらちょっと元になってる部分がそのねちゃんとしたものじゃないっていうか、その原型師さんにちゃんと伝わってない感じがするっていうか、でそうねやっぱりデザイン画とかから起こしていったのかな。でこれギガファイナライザーのね絵なんですけども、これをこういう風に見るとねやっぱ首を下に下げてるっていうか、こう下向いてるからか顎がシュッとしてるじゃない。で、まあ、この絵はこれでかっこいいんだけども、これ絵なのかな？写真なのかちょっとわかんないけども、でもこういうね、ものだけを見ちゃうと、ちょっとこう、下がね、スッとした感じな。で、頭の部分ね、平らな感じに見えるでしょ？だそうすると、この形になるっていうのもわからないでもないっていうか、でも、ここの、あ、ごめんなさいね、ちょっとカメラ入れちゃったね。ここのね、このお顔を見るとやっぱジードだなってわかるんだよね。顎のラインとかさっきとはまた違って、やっぱ角度がね正面から見てるからか、こうスッとここの部分平らになっていて、ジードっぽい顔つきになってるし、お顔も、ま、丸いっていうか、まあ、細長い感じっていうよりかはちょっとこう四角っぽい感じなんだよね。横の写真とかどうなんだろう、ほらこことか全然ピントが合ってない。このねこの感じとか、これはやっぱりジードだなってわかるんだよね。だけど、まあ本当いい顔してるねこの人ね、うん、だからまあやっぱりそのね立体的なこう出来上がったスーツとかから起こしたそのね原型での造形じゃない感じがすごいしていて、だからこれはね
造形した人は本当に頑張って造形してると思うし、体の部分とかもすごくかっこいいし、だからまあ誰が悪いっていうわけじゃないんだけども、そのね、まあ、デザイン画はデザイン画でまたね独特の雰囲気があるだろうから、それを見てないね、その人間がそのデザイン画がどうこうとかっていうこともできないし、まあ、で実際これもデザイン画から起こしてるかもしわからないからあれなんだけども、だとにかくいろんなところのこうね食い違いがこう出てきて、そして最終チェックの段階でこれを通過してしまったっていうところで、まあね、こういう形のものが出来上がって、ちょっと何言ってるか分かんなくなってきたけど、まあ、僕は好きです。こういうものがね、たまにあってもいいんじゃないかなと。で、ただ、どこかで、ちゃんとしたね、ウルティメイトファイナルの、その、ソフビをね、出した方がいいとは思うので、まあ、ビッグサイズで出すわけにもいかないかもしれないけど、ね、なんだろうね、劇場版に登場した、ね、その、ウルトラマンの、このフォームセットみたいなのとかで、一回ね、作り直して、もう一度、販売とかね、そういうのやってもいいんじゃないかなっていう気はしますよね。うん。やっぱちょっとね、かわいそうっちゃかわいそうだよね。せっかくかっこいいデザインなのに、うん。ね、こういった、まあ、お顔でね、こう、世に出てきてしまったっていうのはね、ジード大好きなね、ちっちゃいお子さんたちも、かっこいいね、ウルティメイトファイナル欲しいと思うし、だからまあこれはこれでありっていうことで、次ねそれを踏まえてまたね頑張ってこうね、こうどっかで取り返してくれればいいんじゃないかなと思います。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。またねもしよかったら見てください。はい、バイバイ。ウルトラマン、明日に向かう。